イノランさんモデルなんですけれども、フェイク時代のレアな一本になっております。 ESP ILP の00ですね。フェイクの時に使われている映像が残っております。ラメラメの塗装で非常にテカテカピカピカ綺麗でございます。高級感ありますね。現在イノランさんはねフェンダー使っておりますけれども、 ESP 時代のですね P90 はね結構珍しいんじゃないですかね。エボニーの指板、これねめちゃめちゃ綺麗ですよ。持った時の感触はですね、ネックのグリップがやや細めで、これね40です。若干シャープな感じになってますね。厚みもねそんななくて、テイパーとかじゃないんですけど、握りやすいネックになってます。でピックアップは P90 のこれ弾管ですね。弾管が2発乗っかってます。でノブとかはね交換できるようにもう一つねついておりますので、これはねお好みで変えて楽しめるんじゃないでしょうか。インレイも綺麗ですね。ロゴ見ましょうか。こちら ESP になっております。ペグはね5灯で、3ウェイのピックアップセレクターという風な感じです。イノランさんのイメージとしてはねクリーンサウンドなんですけれども、そのね存在感のあるクリーンをイメージはしておりましたけれど、これは P90 ということでね、通常のイノランさんのモデルとは全然ちょっと違う感じです。じゃあクリーンでいきましょうかね。もう強めですよね。センター、もう存在感は非常にあります。フロント、いたよりもパワフル。フェイクっていうのはですね、どっちかというとグランジっぽいんですよね。なので、ね、ちょっとコーラスをかけて、あでもエフェクターのノリはいいですね。ちょっとドライブを、でも結構パワフル。若干ボリューム絞って。つまみはねボリュームトーン、そしてここねもう一個トーンがあるんですけれども、これはダミーです。やっぱちょっとねグランジ寄りのね音の方がね合うんじゃないかな。こっち系でしょうね。でもね、ボリュームは若干絞って、このね、コード系のジュワーンとした感じも、これもいいですよね。フェイクにすると、
こんな感じで。ドライブのね、言うこともしっかり聞いてくれるので、まあ見た目はね、ゴリゴリですけれども、結構ね、広いジャンルで使えるんじゃないかなと。クリーンの存在感も、まあ、ルナシの時とは違うクリーンの存在感。これはこれでね、イノランさんの新たな一面をね、表現できるギターではないかと思います。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。